なんか最近ね、公式番組の時のラミーの顔ね、ひどいんよ。大丈夫、なんかラミーなら何でもしていいと思ってない。何でもしてもいいけど、だいたいサムネイルがね、ラミーの顔が、なかなかにひどくなってる。前回がこれよ。顔ひどくない？なんか、おかしくない？基本扱いが緩い気がするんだけど。いいけど。ラミーのサムネイルに使われる扱いがどんなものなのか、このライブの公式から遡ってる。僕、ラミーの顔いじっとけいいと思ってない？なんだこれ。なんか、ラミーの運営さんの扱いが透けて見えるぞ、これ。気づいてしまったか？は、ということ。なんかね、当先輩いつも可愛い気がする。なんだろう。なんだろう、これ。見えるぞ。運営さんのラミーに対する思いが透けて見えるぞ、これ。まあ、愛されてるってことかな。なんだこれ。なんだ、振り返ると、可愛い顔だったことそんななくないか。まあ、いじりたくなるほど可愛いってね、そういうことだよね。でもね、嬉しいよね、こういう風に。まあ、個人的にさ、いじられるのといじられないのどっちが好きかって言われたらさ、断然いじられた方が好きだからさ、とてもありがたい限りよ。なんかでもこうやって見ると、ミコ先輩とカナタ先輩と一緒にいること多いな。その二人とも使いやすいから。ああ、なるほど。嬉しい嬉しい。ラミは嬉しいよ。使いやすいと思われるのはいいことよ。ガヤでも何でもやるけれども。後ろでわー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 言うだけの役もやるで。